とアレンジ加えてたんで、ね、そうだよね。アレンジ加えちゃった。うちはキモ。超変身、超ネネマル、超楽しみ、超プロデュース、超おはよう。僕たちが超重大。おはよう、おはよう、そのちゃん、おはよう、おはよう。ということで、はい、本日の企画は、はい、ネネをプロデュースしたい。イエーイ。したことがあるんですけど、ありがとうございます。その時にね、やったやつが興奮が続いてきて、うん、ネネちゃん嬉しい。今回ネネちゃんバージョンで私たちがネネちゃんにアーピアンをね、それぞれ選んできたので、はい、選んだ、赤のナンバーワンをネネちゃんに決めてもらいたいな。お願いします。緊張する。いや、やばいっすよね、今回、うん、やばい、マジやばい。みんな一生かな、ね、みんな切り抜く準備した方がいい、うん、マジこんなネネちゃん見れないっすよ。見れ、嫌だよ。どっちだっていうのが来てくれるかもね。楽しみだね。え、何来てくれるかもちょっと心配、うち、うん、逆にね、うん、どっちだこれみたいな、どっちだ、うん、とは、え、大丈夫大丈夫。え、なになに、疑ってるんですか。いや、疑ってないです。いや、楽しみ、楽しみだもん。そうです、うん、楽しみ、うんうん、なんで自信に、ナンバーワンの自信って、もう1位ですね。あら、あら、ちょっといいです。あら、はい、お願いします。楽しみ、お願いします。今日も外したからない、家のどっかに。え、しかもなんか前さ、なくしたとか言ってなかった。なんかありました。え、あったの。あります。どこに。いや、もうなかなか。あ、何してんの。ちょっと見つかってます。ちょっと、え、やめよう。だからそのさ、モテない風になっちゃうじゃん、うん、いや、そこは可愛いじゃん、うんうん、先生のなんかちょっと抜けたところいいよ、うん、抜けたところいいよ。りょうかね、マジ言ってんの、あの、もう、うん、好きな人に一番見られたくないのが超重大チャンネル。え、え、あら、なんで。いいじゃん、いいじゃん。なんでよ。だから、親と好きな人ほど見せる。やだやだやだ、好き。え、いいじゃん。好きな人に超重大なんて見られたくないです。超重大なんて。だから涼香は変なことしかしないでしょ、超重大で。あ、実際は違うと。まあ先生でもさっきも、あの、買い物してるんだけど、私たち、あの、お金ちょっとごめんなさいねみたいな感じになって、ね、で、ね、結構ギリギリまで来てたんですか。あと1000円か、1000円か、あ、それ1000円あったら可愛いのになーとか小暮さんに言ってて、カメラ回ってないのにね。そう言ってて、で、あとで、え、これ本当の恋人だったらどうすんのって言ったら、え、いらないくて言ったら、え、じゃあ、いいやって戻って違うって言ってた。あ、まあまあまあ、違うよ、本当に好きな人だったらお金オーバーしちゃったら、ね、笑わない。せーので、ねねちゃんって言いますか。はい、せーの、ねねちゃん、じゃん。おー、え、かわいい。キャー、かわいい。え、めっちゃかわいい。髪、髪、髪、後ろも回って、待って、キャー、かわいい。かわいい。めっちゃ似合うよ。本当ですか。めっちゃ似合う。嬉しい。顔パンツずっと挑戦してみたかった。待って、ネネちゃんの願望ってこと？そう、願望。かわいい。これ嬉しい。これ嬉しい。でも、なんとなく分かった気がする。え、どれ？入場シーンで、あの、なんかちょっと分かった気がする。すごい。誰が選んだのか。すごい。あ、すごい。かわいい。え、マジチョイスね。かわいい。かわいい。かわいい。どうですか、普段します？なんか上は結構自分でも着そうな感じやけど、うん、ここ髪とかズボンが絶対自分が選ばないような感じやけど、そわそわする。可愛い、笑顔になってる。めっちゃ怖い。 Y2K っぽい。あ、そうや、今どき女さん、うんうん、え、やばい、ハーフパンツテンション上がる。ニコ待ってね、これテンション上がる。これテンション上がる。ずっと履きたかったやつやけど、やっぱ自分では挑戦しにくいな。身長小さいけん、ハーフパンツ。似合うかな。
似合う似合う。めっちゃ似合うね。やば。激漏れ。やった。激漏れ。やった。先輩だよ。結構ね、グーで育った。なになになにですよ。この子、入った瞬間なになに、うちが来るよね。じゃん。おお、え、かわいい。キャー、かわいい。え、めっちゃかわいい。かみかみ。わしはもう、かわいい。うちが来るよね。何やったっけ、覚えて言ってみな。キャー、何それ。何それ何それ、バレてました。はい、多分ね、説明して整えてる。だからね、あ、入っちゃったの。うん、何来た瞬間、姉ちゃん怖くて自分の服かわいすぎて。だからこれをルルが全部やればいいんだよ。姉ちゃんやってたよね、姉ちゃんの時も。分かった。おかしいよね、全部やるね。だからそうね、全部やるね。絶対ね、やんなかったら逆にやるよ。裏切り。アレンジ加えちゃったり、そうだね。アレンジ加えちゃったり、そうね。それでは、せーの、サラちゃん、メネちゃんだよ。サラちゃん、メネちゃんだよ。あんた。ごめんね。ごめん。怖い。こら。せーの、メネちゃん。かわいい。蝶々いるでしょ。そうだよ。あなた。あなたのあなた。でしょ。めっちゃかわいい。蝶々と蝶々いる。めっちゃかわいいよね。かわいいよね。そうだよね。うん、かわちゃん。フェイントかけない。かわいいです。そういうフェイントかわいい。見て、肩が綺麗に見える肩パッドみたいなの入ってる。ありがとう。そう、ありがとう。そこ気づいてくれてありがとう。あなた。ありがとう。ありがとうね。やばすぎ。マジで。びっくりしちゃった。え、可愛かった。可愛かった。びっくりした。だって、待って待って。だってさ、喜ぶのってルルだけっていう設定だ。やばいな。でしょ、やばいって。まずでしょ、エグいって。びっくりしちゃったもん。うちのさ、頑張り、ちょっと結構取ってよ。結構叫んでた。結構張った。みんなで、うん、オーバーリアクションしようじゃん。そう。いいんだよ。分かった。やっぱ。それでは、せーの、ねねちゃん。どんなヘッドカットする？あ、はい。かわいい。かわいい。姉ちゃん的にはどうなの、その子。え、かわ
わいい。やっぱり。かわいすぎる。すごい。迷ってる今。え？え？もう時速10に決まってる。仙台決まってる。待って、セーブあと1個あるよ。あるけど。かわいいじゃん。そうそうする。かわいい。そうそうする。ガーリーな。かわいい。首合ってますかね、これ。合ってるよ。そうそうそう。そうやってるんだ。合ってると思う。セーブやつしてるじゃん。あ、じゃあの。あてるあてる。あなた多いね、ランナー。なっちゃん多いね、ランナー。かわいい。マジかわいい。めっちゃいい。嬉しいです。パカ。ああ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 あ回りすぎ、回りすぎ。止めてあげてね。閉じないと止まんない。すごい、先輩。一番守ってくれてた。かわいい。かわいい。天才。待って、バレたかな。次にもりょうか選びそうなのよ。いや、そうよな。だから、りょうかがさっきと同じスタンスでいけばわかんない。確かに。で、あやかが手に出なければ大丈夫。わかれないんだよ。私も本当にわかれないんだよ。あなただよ、もう最終全制覇するわ。止めてください、うん、せーの、ねえちゃん。はい、今のやつです。はい、ありがとうございます。
お前何やねん、不満の何、えいいですか、いいですか、いいよ、はい、理由はこのトップスが超可愛い、ありがとうございます、リボさんです、普段着ないけどあのこれリボン可愛い、リボン最近ハマってる、あ本当に、から2個ある、そう2個もあるの、そう、これも可愛い、これリボンかっこいい、はい、でした、ありがとうございます、でーやったー、あやかちゃんか、お、今ちょ誰だと思ってた、うん、え、わかんなくて、4番目はマジで、ルネちゃんかな、あ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 とどっちかだから絶対バレてると思ったけどな、え、1番目がやかちゃんだと思う、いや、もう反応で、ちょっと待って、絶対ルネの反応だったよね、あれね、あそこらへん、ルネとか、いや、1番目のあら、ちょっとソロちゃんとかの反応だったよね、で、一番、あやかちゃん入ってきた時ってなったから、あ、じゃあね、1位の方お願いしてもいいですか、早速、すいません、じゃあ、1位行きまーす、ドゥル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 ドゥン、ドゥン、1番目の人、バッショー、1番目の人、バッショー、1番目の人、バッショー、1番、ありがとう、こんなでかい声聞いたことない、ね、すごい理由は、本当にハーフパンツが、うん、あの本当に履いてみたくって、そう、知ってる、そう、知ってる、ずっと話したの、前回言ってたのね、じゃあ、でもハーフパンツ、そう、ハーフめっちゃ着れないかもって言ってて、今回取り入れましたよ、結構ずるいわ、ハーフパンツで、気に入りました、ハーフパンツが可愛い、よかった、ハーフパンツが可愛い、ありがとうね、一番、一番なんか普段そうだなって自分が、よし、しないって思った、でした、もうちょっと見るのかな、ね、じゃあ終わりかな、ごめん、ごめん、ごめん、あれちゃん、ごめんなさい、終わってほしいな、えちゃん、ごめんね、ごめんね、そのちゃん、学んで、もう一人で終わってほしい、あれ理由います、あー、先に言うね、上位なんですけど、可愛かったね、そっとね、いや、私は好きだったよ、めっちゃ可愛かった、好き好きだった、可愛かったけど、あのスカートが、あの難しいで緊張して、あー、普段着ないかな、いや、違う違う、聞いてね、飛び引くやめて、飛び引くね、これはやめて、1、2、や, やめてくんね、あ、これは、あの、わけがあって、うん、あの、プリ、あの、バレーコアと、これは結構こうなってるから広いやろ、履きやすいなっていうのがあったけど、あの、でも、蝶々のやつは、あの、ペタッだったから、確かに結構あの、ピッチリだよね、でも、上はタイプでした、本当に、お金属言ってない、惜しくもでも、でも自分でこんな気持ちだったんだね、そうよそうだったんだね、え、這い上がっている、そうよ、ルル1位だから、前回4位から、そうじゃん、すごいマジ上達、治るやん、ありがとう、ありがとう、本当に、リベンジしたいわね、したいよね、これまたやりましょう、誰かバージョンもね、やろう、はい